試合お疲れ様でした。今の試合を振り返って一言お願いします。試合の早い時間に先制できたんですけど、キックオフ直後にすぐ失点しまって難しい試合になったんですけど、またみんなでしっかりパワー貯めて、しっかりパワー出して追加点取れたのが大きかったです。ありがとうございます。次の試合に向けて意気込みをお願いします。まだ決勝トーナメント進出が確定してないので、しっかりみんなで回復して次に向かっていきたいです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。